久々ですね、ギターを持った伊藤親父。今日は自分のモズライトを使ってね。ないですよ。そればっかじゃない。こんにちは。時間かれた皆さん、こんばんは。何を言ってる。これがそのトップページをクリックされたかったら、今入ってまた来たのですが、僕が14年ぐらい使ってるんですかね、うん、これがあの表が黒で裏が3番、裏が3番、ね、これはね、なんでこの色かって言いますと、はあ、文章をあのピースが書くのがめんどくさいし、誤字脱字が多いから僕は言っちゃいますけど。何言ってるのあんた。初代ブルージーンズの時にあの持ってたサンバーストのモズライトを、うん、要はバニーズを作った時に表だけ黒になった。ほう。会長は、うん、それが今のモズライトなんですけど、うん、みんな色が全部黒だと思ってたんですね、うん、で実は裏がサンバーストなんです。裏サンバーストですね。だから僕はバニーズから寺内たけしが好きになったんで、うん、バニーズの頃のギターを作ってくれた、うん、その頃どこのモズライトも表が黒で裏がサンバーストなかったな。途中で僕が作るようになりまして、絶大なる皆さんのご支援を得て、うん、いつも物が足りない状態でございます。騙された人たちですね。そういうことです。はい。でこれはまだ未だに売ってますんで、18万9800円。18万9800円。出して。いいね、はい、これ今日エフェクター入れてませんので、うん、DC120 ダイレクト。ダイレクト。同じ音でしょ。素晴らしい。今値上がりしちゃいましたね、申し訳ないんですけど、昔は15万ぐらいで売ってたんですけど、うん、工場の方から3万になりまして、4万ぐらい値上げに来ちゃったもん、ね、うん、そうなんですね。そうしないと払わないと買えないんですよ。だそうです。そんな値段で今やっております。生音がこんな感じですね。ね、ジュハックマン。はい、安い、はい、安いです、ね、ぜひお待ちしております。はいはい、すぐ出るんですかこれ。出るわけないだろ。何言ってんの。そうじゃなくてさ、だから頼んですぐ出るかってことよ。それは時と場合です。何それ、はい、時とシャブロー。すいません。バカでしょ、ごめんなさい。ほいちゃん。